今日はかっぱえびせんを使ったおつまみを作っていきたいと思います。これはお弁当にもいいかなと思いますので、ぜひ作ってみてほしいと思います。まずかっぱえびせんですけども、半分ぐらい使いますね。これファミマのちょっとね、通常のかっぱえびせんよりもリッチなやつって書いてあって、裏見てみたらエビの原材料がね結構上位に来てたんで、普通のやつよりもエビの風味強いんじゃないかなと思いますね。これちょっと味見してみたんですけど、やっぱりノーマルバージョンに比べてエビの風味が強かったです。はい、では次にはんぺんですね。最近値上がりが多いせいか、少しはんぺんも小さくなった気がします。こちらはこのはんぺんを手でちぎって入れていきます。僕はよく他の YouTuber さんの料理動画見たりするんですけども、結構皆さんゴム手袋をされてる方が多いんですよね。まあ、家では家族しか食べないので素手でこうやって混ぜたりするんですけども、まあ、ひき肉とかはね結構便利なんでゴム手袋したりしますが、この動画とかになってくるといろんな方に見てもらうっていう風になると、やっぱ素手って気持ち悪いんでしょうか。ちょっと今後考えていきたいなと思います。なんか黒のゴム手袋してる方結構多いですよね。はい、こんな感じで、半分ぐらい混ぜたら卵をつなぎとして入れていきます。それと片栗粉ですね、これも少し大さじ、まあ、半分ぐらいですかね、入れていって、十分混ぜていきます。味付けはこれかっぱえびせんだけで十分なので他に足す必要ないです。こんな感じでこれぐらい混ぜてください。はい、ではあとは焼いていくんですが、今回僕はちょっとオリーブオイル使いました。普段は米油を使っているんですけども、まあ、何でもいいと思います。サラダ油でいいと思います。あとは一つずつ、大きさはまあそれぞれでいいと思いますけども、これぐらい手で小さく丸めて焼いていくだけですね。これ両面焼いたら完成です。こんな感じで焦げ目がついている方が、まあ見た目も良くなるし美味しそうですね。この時点ではめちゃくちゃ、エビの風味も、匂いがあって非常に美味しそうです。ケチャップなんかと食べるのもいいかもしれないですね。はい、こんな感じで、なんかちょっとあんまり美味しそうに見えませんけども、味めちゃくちゃ美味しかったです。お弁当にもいいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ作ってみてください。